花田秀明です。今日は、パドル&ロール、パドルエンドロール、パドルとかいろんな言い方しますけど、その説明をしたいと思います。まあ頭の打ち方によってどうしてもね2つパターンあるんですけど、よくリズムタップですが、まずヒールドロップねから始めるやつで、これについて説明したいなと思います。最初ね、1つ目の音がヒールドロップ、2つ目がスカッフ、バックブラッシュ、ステップとこの反対打ち。この場合はね、最初に打つこのヒールドロップをアクセントに打ちたいんですが、まずポイントとしてよくあるのが、足をね上げて2の音、ね、スカッフじゃなくてディグになっちゃう、これ突き刺すことディグって言うんですけど、ディグになっちゃうわけですね。こうなってくるとアクセントが2つついちゃうってことと、ともに突き刺してる限りやっぱ速くなった時にどうしてもその対応ができなくなります。ゆっくりの時はね、こういう方が逆に音も離れるし打ちやすいんですけど、実際としては速くなることを想定して、1の時、次の2の足がボールとヒールが入れ替わるような感じでかかとを軽く流します。この時に止まるんじゃなくて、その後ステップ、ブラッシュステップで、まあ短大もイメージとしてはあんまり床から足が離れない方がいいです。どうしてもこれ早く打つときに使うことが多いので、なるべく狭い動きで最終的にやりたいんですが、最初の練習のときは逆で、大きくわざと足を蹴った後の余韻も使って、そういうことをやりながら少し慣れてきたら幅を狭くします。でポイントとしてはどうしても、ね、最初のことやりがちなんですが、足をこう床からできるだけ離さない方がいいです。最初のことどうしてもって言えばしょうがないんですけど、あとさっき言った2がね足を掘るようなリグにならずに、そうどっちかっていうと抜ける、抜けた後も止まらない、あ打った後も止まらないように抜ける、このダラダラした動きがすると、どうしてもなんか足が止まって見えます。2が止まっているように見えないけど、実際はこの抜ける打ち方の中の2を使ってます。突き刺すときどうしてもと言ったことは音が全然違うので、どうしても突き刺すときには変なアクセントが入っちゃうので、それとは違う動きだと思ってもらって、最初の頃どうしても難しいんですけど、ここ特に1と2がすごく多いので、慌てずに準備を早くしすぎないで、できるだけイメージとしては最終的になんですけど、動きできるだけ小さく、あまり邪魔な動きをしないでも音を出せるようにしたいということは、間を空けなければ音は詰まってしまうので、蹴った後は余韻が欲しいです。最初はジャッジのつもりで入れてみて、イメージとしては最初のヒールドドロップの後にシャッフルステップをするような感じで、そうすると当然ヒールだけアクセントがつきやすいですよね。そういうイメージ、シャッフルステップをするような感じでスカッフブラッシュステップをするといいと思います。シャッフルステップ、これがそういう同じような抜き方ができるようにしていくとものすごく楽です。それが速くなって動きが短くなりますが、基本的にはまずこのやり方をした方がいいです。最終的な速いものに対して対応できます。最初から無理してともかくなんかこう打ってっちゃうと、このステップ動きを修正する方が大変なので、最後のことを考えたら最初はこの抜くという動きを前から少し早くして、またここで力を抜いて、というふうにだんだんこう抜いて
最終的にはいつも言う脱力をして足が床から弾くのをうまくコントロールするってことになってくるので気をつけてください。それと、今度は逆にリングから打つ場合、打つ場合これはもうここにアクセントを突き刺して戻すっていうことで、よく僕が言うのはシャッフルステップとステップシャッフルの打ち方の違いみたいにアクセントが違うものなんで、これで4つ打つ場合は頭のアクセントここです。それでできたら入れ替えをしたいような動きをして、というような感じの、まあ、2パターンとは言わないんですけど、どっちもアクセントをコントロールしてできるといいと思います。パドレンドロールに限らずですけど、同じステップを繰り返し繰り返し、朝起きたら5分、夜寝る前に5分みたいな、習慣づけてやってもらうと、良くなると思います。やっぱり最初はどうしても数は必要なので、正しいやり方でいっぱいやってください。頑張りましょう。